私は自殺が一番自殺がやっちゃいけないことだと思っています。もちろんいじめたり誹謗中傷する人は悪い人だけど、それでも自殺はしちゃいけないと思います。でも上手に説明できません。ひろゆきさんはどう思いますか。僕は自殺をするなと人に言えるほどその人の人生を追う気はないんですよね。なんかその死にそうな、前も言ったと思うんですけど、そのなんか死ぬ理由がある死にそうな人がいて、で死なない方がいいよってみんな綺麗事は言いたがるんですよ。でもその人なりにその死にたい理由とか死にたい状況があって、じゃあそれを変えられる自信がないのであれば、無責任なことを言うのはなんか単にこう綺麗事を言って自分が気持ちよくなりたいだけなんじゃないかなと思うんですよね。いや、その自殺しそうな人がいて自殺をするなっていうのって、なんかあの正義感っぽくてかっこいいじゃないですか。いいこと言ってる感、なんかあの自殺は良くないよねみたいなことを書くと、なんかみんなに褒められる的な。でもじゃあ自殺しようとする人の状況を助ける気あんのっていう。例えばじゃあ僕の知り合いのひげおやじさんっていう、あの死んだ魚のようにしたブサイクの頭の悪い性格の悪いおっさんがいるんですけど、じゃあそのおっさんがなんか借金1000万円して自殺して生命保険で埋めようとしてると。でじゃあひげおやじさんのために1000万払うかって言ったら、僕は絶対に払いませんなのでひげおやじさんがもう1000万のため自殺するって言ったら、そっか、じゃあ僕も生命保険かけるわって言って、多分ひげおやじさんに僕も生命保険かけて、あのひげおやじさんが死んだ瞬間僕も得するっていう状態にして、ひげおやじさんの墓になんかチューリップとか刺しておきます。はい。